おはようございます。えー、ヒロです。ジンひろしです。腰パン履いてます。えー、スノーボーの国分が、あのー、着崩し方が、この腰パンとか、あのネクタイの緩め方とか、グラサンとか、あの、良くないって言われてますけども、いけないんですかね、こういうの。うん。<laughs> ヒロもやってます。<laughs> あどうも。<laughs> 改めましてジン、ンひろしです。えーっと、 人は見た目が93%。パ、えー、話の内容はたったの、えー、っと、なんか7、7%という話なんですけども、えー、動画においても同じだと思ってます。えー、っと、まあ、どんなふうにプレゼンテーションし、どういうふうなサイトにあの結びつけるのかということで、えー、見た目。えー、っと、メラピアンの、メラピアン博士っていうのが、あの外見力という、その、なんていうのかな、あの、 絵、えー、と短い言葉を組み合わせてそして、あのーえー、集計をとって、えー、人は見た目は93%は話の中身はたった7%だっていう,、えー、いうふうに、あのー、結論付けたんですが、まあ、その実験の結果はあまり役に立たないんじゃないかっていうふうに今度は巷でまた言われて本人もなんかそんなようなこと言ってるとか言ってないとかその話になってますけども。えー 役者ダンサーの立場から、えっと、今見ていただいたように、あの、見た目の話なんですけども、やはりあの、関係あると思ってますあの。キーボードがちょっと引っかかちっちゃった。<laughs> あの、まあ、あの、ダンサー入り、はい、やってる関係で、えっとね、あ、ちょっと待ってね。<laughs> ど,どうなってんだ。よ <laughs> いしょ。 あのー、見た目っていうのはやっぱりねあの人に影響があると思うんですね僕はあのー、こういうちゃらまあ性格がちょっとなんか明るいっていうかチャラいっていうのか、あのー、そんなわけでね、あのー、ただでさえ浮いてるように見られがちなんで、あのー、こういうあのー、なんかダラダラした感じの着方とか僕個人はあんまり好きじゃないんですでもあのー、外見力動画での外見力何を着てどう見せるかあのー ただああのののこういういいにしゃべっててもも何の意味もないあの自分のキャラ作り、えー、もうキャラ作りっていう意味では一番簡単なのは見た目を変えることですね。あのそうするとあのどう,どういうサイトに誘導したいかどういうあのメッセージを伝えたいかっていうことであの見た目を変えることで、えー、キャラ作りをしさらにはそのサイトに適したのあの,あの プレゼンンテーションができると思います今日は、えー、第1回目は、えー、編集のいらないあの一つの,あの言葉、えー、伝えたい言葉それごとにワンアクションリアクションを変えればいいと、ね、それから表情も変えればいいそれから照明のことをお話ししました、えー、っと僕はまあいろいろあの照明いろいろセッティングすればいいんですけどめんどくさいんで1、まあ、個だけでやってますけどもあので今日はキャラ作りです キャラ作りっていうのは、あの自分のキャラをあのいや毎回同じでなくない必要あるで必要ないんですよ。あの僕もあのいろんなあのサイトを誘導するときに、あのまあ、静かに喋ってみたり、あの高い声で喋ったり低い声で喋ったり1回目であ2回目で声のことをお話ししましたけど、あの今度はあの面白い動画を作るために。 キャラ作りですまあ腰パンのことに関してはねあのいい悪いっていうよりかそうですねあの僕自身もあのピア王女メディアをギリシャ兵役やった時にピアスをつけることであの女性があの一体あのピアスの色と爪の色を合わせたりするっていうのがどういうことなのか全然気づかなかったことに随分気づきましただから腰パン履いてみるとまたあの腰パンのあの面白さっていうのかまああの が、あの出てくると思うんですけど、まあ僕はやっぱりあのなんだろう。その場にふさわしい格好っていうのはやっぱり必要だと思ってるんですね。あの, <laughs> あの、クラブイベントとか僕なんかたまにやっぱり1年にあの2回。うちのあのスタジオのえー、っとショーとかト苫米チっていうのがあのコーディネートしてやってるんですけど、最近ね。 あのすごくあのきっちりとあの遊び心のないそのスーツで着たりその辺の,あの買い物かごを持ちながら着たりするあの方も、ね、それは、ね、年配の方なんですが多いんですけどおしゃれしようよって言いたいんですよねそういう時はねあの普段はどうでもいいんですよあのあのその場においてのふさわしい服装というのはやっぱあるとは思っています、えー、そんなわけでえー、っとですね 今日は、えー、チャラ泡で通したいと思います。え第3回目、陣宏の動画外見力、キャラ作り、一番簡単な方法、えー、見た目を変えましょう、衣装、髪型。そんなわけで、今日は3回目、引き続き4回目、次回は、口コミを、えー、作るためのバイラル動画っていうことに関してお話しします。それでは、ダンスの稽古いってきます。 right